は第一次世界大戦中のロシアで1917年に発生した革命運動である。ロマノフ長による訂正が崩壊し、数年間の革命と内戦を経てソビエト連邦の設立につながった。この当時のロシアでは現在一般的に用いられているグレゴリオ歴とは異なるユリウス歴が採用されており、暦上13日の遅れが存在する。この時の革命は グレゴリオ歴によると3月革命となるが、以下では2月革命に統一する。日付についても旧歴を用いている。サラエボ事件をきっかけに1914年に勃発した第一次世界大戦はヨーロッパの大国を巻き込み各国の総力戦へと突入していた。ロシア帝国はセルビアとの相互条約によりオーストリアとドイツに宣戦線復刻し、 オーストリア方面での初戦に勝利したものの、対ドイツ戦では1914年の単年ンンベルクの戦い及び翌年のゴルリッツの戦いをはじめとして敗北が続き、国内では長く苦しい戦時生活に対する不満の念が高まっていた。サーリに対する農民の尊敬は変わることがなかったが、ラスプーチンが 影響力を有するドイツ出身のアレクサンドラ、高校へ表立った中傷が行われるなど、国内の不安定要因が見え隠れしていた。国際婦人デーであった1917年2月23日、ロシアの首都ペトログラードで、食料配給の改善を求めるデモが行われた。このデモは、数万人規模にまで拡大したものの、はじめのうちは、穏健なものであり、 首都の治安を担当するハバーロフ将軍も警官隊と騎兵隊の投入で十分であろうと考えていた。しかし、デモの規模はさらに拡大し、市内の労働者の大半が参加するようになった。首相のニコライ・ゴリチンは事態の収束を諦め、前線のニコライ2世に辞任を申し出たが、サーリはこれを拒否し、ハバーロフに対してデモを鎮圧するよう命令した。十六日、 市内中心部のネフスキー大通りのデモに警官隊が発砲し市民に多数の死傷者が出た。この事件に対しパブロフスキー連隊に所属する兵の一部が反乱を開始した。市内に駐留する他の連隊では反乱兵の鎮圧と労働者側への参加で混乱していた。ドゥーマ議長ミハイル・ロジャンコは大本営にいる皇帝に向け首都が無秩序状態にあること。 速やかに新たな内閣を組織し、民衆の不満を鎮めるよう要請した。この連絡を受けた、ニコライ二世は、リバーノフ将軍に対し、通個連隊を首都へと差し向け反乱を鎮圧するように、命じた。翌日になると、他の連隊の奇数も決定されていた。ボリンスキー連隊では、兵士が貸し官を射殺し、町へ逃走し始めた。夕方までにさらに他の連隊が反乱に加わり、 反乱兵の規模は数万人に達していた。トロツキーのロシア革命士によると、放棄に参加しなかったのはその暇がなかった部隊だけであったとある。反乱兵と労働者は内務省、軍司令部、警備隊司令部、警察、兵器庫などを襲撃し、武器を手に入れていた。ハバーロフ将軍は海軍本部の建物に籠城を試みたが、兵の脱走は止まらず、 部隊はすぐに解散した。27日には、モスクワで、3月初めには、他の都市でも革命が始まり、軍の部隊もそれに同調しつつあった。ドゥーマの解散を皇帝に命じられた議長、ロジャンコは、これらの混乱を見て、国会議員12名からなる臨時委員会を設置した。皇帝への忠誠にもかかわらず、ロジャンコは翌日早朝委員会をもって、 政権を掌握することを決定し、2月28日には各省庁を接収した。この頃、メンシェビキに所属する議員や労働者代表などにより、1905年と同様のソビエトの結成が呼びかけられていた。同日夜の会議で、臨時委員会メンバーのメンシェビキのニコライチ・ヘイゼを議長に臨時委員会メンバーで当時革命派議員の有力者と目されていた。 社会革命党の国会議員、ケレンスキーを副議長として、ペテルブルクのソビエトが結成された。同時に選出された執行委員15人のうち、急進的な革命を唱えるボリシェビキは2名のみであった。ありがとうございます。